取っちゃダメ。コメダ、コメダ、コメダのパン争奪戦。コメダのパン争奪戦。まず1個目ね、1個目。あ、OK です。え、何やってるんですか今。今はコメダの、なんかコメダの沖縄にある、はい、なんかベーカリー、ベーカリーが焼きたてをなんか持ってきてくださって、はい、今、取り合いです。取り合い、じゃんけんで、はい、さっき頑張ったね。山本さんめっちゃ持ってないですか。あ、ごめんなさい、私ちょっと特別に全部先取っちゃいました。いいっすね、許可もらって。マジっすか。何パンっすかこれ。これはクロワッサンと塩パンとコーヒーパンみたいな感じ。おー、いい感じで、ありがたく焼きたてです。いいっすね。何やってるんですか。いや、なんか梅田コーヒーさんがこうやってきてくださって、で、パンとかをなんかお昼ご飯で差し入れしてくださって、今争奪戦を開催してるみたい。梅田コーヒーさんあれですね、あの明治大学さんの、ユニフォームの胸のロゴのスポンサーとかであるところで、なんか結構あの SNS とかでも言ってましたけども、結構合宿とかでも差し入れ結構してくれるみたいで、はいはいはい、その争奪戦が行われてるんで、この争奪戦に俺は入っていいのかな。いや、全部なくなっちゃうから、うん、もし余ったらって感じですね。ということで、今日2日目、はい、そうですね、午後あのまたポイント練習、セット練があるようなので。そうなんですよ、今日午後がまだちょっと聞いてないんですけど、午後のポイント練習があるんで、それちょっとね、皆さんと一緒に頑張りたいなと思います。昨日の、まあ、練習とか昨日の密着とかはぜひ概要欄に貼っとくんで見ていただけたらなと思うんですけど、今日2日目どういう走りを皆さんするかっていうのもすごい楽しみですし、僕も貢献できるように頑張ります。声張れ、声張れ、頑張ります。タムジョー YouTube。 はい、ということでね、合宿僕は2日目の、午後練習にやってまいりました。まあ、さっきのね雰囲気とは違ってもうかなりねガチな雰囲気になってるんですけれども、まあ、さっきあの集合終わって、で今から皆さんアップして、あとまあ40分後ぐらいにスタートという感じなんですけれども、今日はですね取りそうです。昨日、まあ、スピードというか 800m を、8セットやって、で今日はですね距離走ということで、一番走る方で25キロ走られるということで、かなりいきますね。これ結構ね、はい、やっぱ前日にこうやって京都、はい、でもしかも別にそのポイントだけじゃなくて朝練、午前練やって午後やってからの、まあそれももう合宿何日も続けてきて最後ということなので、結構疲労もあるという感じなんですけれども、まあ、皆さんね最後気合入ってると思います。ペースをですねさっきあの選手に聞いたんですけど、3分45で行くみたいですね。これ竹のフルマラソン、はい、チャレンジのガチ練より厳しいな。それな。僕多分3分ね45で25キロは行ってなかった、ね。行ってない。超久しぶりの。そうですね、はい、しかも昨日やってて結構足きてるんですよ、意外と。だからいやでもさすがに負けられないでしょということで、ちょっと僕もねあの1日あの結構対策はしたんですけど、まあでもねしっかり皆さんの雰囲気だったり、あとはまあ皆さんの凄さだったりっていうのを伝えていけたらなと思います。お願いします。お願いします。タムジョー YouTube。 じゃあこの合宿最後のね練習ということで、ちょっとあの喧騒の方がもうかなり人が多くてね、ちょっと走れない状況だったので、今日この工業団地の方の周回コースで行きますので、じゃあ頑張っていこうな、今日じっくり走って終わりって感じですよね、行きますので、で、H部の方は田村さんが引っ張ってくれるんですよ。あ、はい、ちょっとコース間違いそうだったら教えてもらえたら嬉しいです。後ろ側叩いてくれ。お願いします。早かったりしたら早いって、じゃあ頑張っていこう。はい、お願いします。お願いします。私らいない。田村さん、はいはい、全部引っ張ってくださるんですよね。ありがとうございます。あ、誰か言ってくれたら嬉しいんですけど。応援、後ろで応援。
応援ですか、はい、あ、本当にきつくなったらじゃあ本当に本当に本当にきついときは私たちが食べたい確かに違うね、行きます、はい、行きます、はい、ありがとうございます、はい、3分40です。44秒3キロ3分45以内なんでめちゃめちゃいいペースです。ここからリズム作っていきます。さあ、為城先頭で引っ張ってます。4キロ地点です。さあ、集団走、ファイト、オッケー、ファイト。さあ、まもなく20キロ。ファイト。はい、お願いします。はい、ラスト1周。ジョヤ、GoPro 置いてある、ジョヤ、GoPro 置いてある。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は何キロ組ですか？今日は16組です。はい、19ぐらいですか？19ぐらいいったんですか、はい、じゃあ、当初よりもプラスでいったって感じですね、はい、いやどうですか今日は。ちょっと暑さもあったと思うんですけど、はい、体的にはどうでしたか？まあ、昨日よりはいけたよね。あ、昨日テンション上がって最後なんで、テンション上がってないです。テンション上がってないですか？はい、いやでもお疲れ様でした。すいません、ちょっと僕苦戦してしまって。いやいや、いやでもありがとうございます。ちょっとでも力になりたくてちょっとラスト頑張ったんですけど、あとまだ残りラスト1周組いるみたいなんで、はい、ちょっとまた頑張りたいと思います。はい、はい、またよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様でした。さあ、タブジョーが垂れて3人残ってます。25キロ。力むな、力むな、力むな。上体力抜いて。ラスト1キロプラスです。
3分10切れんぞ、それじゃあ。ここに残り200、トラック半分。はい、230、あと100、100、100。あれ、ダメージを足れんな。頑張れ。よくはぶっちぎれ。ちぎれ、ちぎれ。お疲れ。ありがとうございました。ああ、いや、こちらこそありがとうございました。そして最後、僕の自分の練習してました、後ろついて。自分の練習を。ガチ練の顔してました。ガチガチ。前行けねえと思って、うん、もう練習、自分の。原田さん、ラスト3分7、えぐいな。ね、最後、10切ってよかったね。めっちゃ早いと思って、うん、僕も負けそうでした。いや、でも、最後も原田さんも追い込めたし、松口さんに関してはすごいいい練習させてもらいました。練習させてもらったね。させてもらいました。いや、ちょっと、まあ、またすぐちょっと体冷えちゃうんでダウンして最後エンディングいきたいと思います。はい、タムジョー YouTube お疲れ様でした。めっちゃ結構暑かったです。暑かった。いやー、すごい。皆さん強すぎます。強すぎる。どんな感じですか。いや、僕全部行こうと思ったんですよ。はい、あ、でも休んでますよね。見ましたよ。バレました。ちょっと体みたいな。ちょっと休んじゃう。はい、3、2、1。あ、山本さん入りませんか。え、今入るよ、今そうよ。あ、夕日が、夕日がもったいない。はい、3、2、1。監督の写真で。あ、こっちで、こっちで。3、2、1。ありがとうございます。これいいと思うよ。いいですね、そういうことですね。あ、これ最高ですね。これ、これ、これ私。あ、ありがとうございます。めっちゃこれは完璧。いや、もう十分です。本当に波激しくて、あと抜けちゃってサボってすいません。本当全部行きたかったんですけど。皆さん一瞬サボってるんですか。いや、また次はもっと鍛えます。いや、強かった。おいよ、あ、お疲れさん。じゃあ先帰れるもん帰ろう。まあ、ちょっと車多かったけどみんなしっかり走れてたんでね。まあ、いい練習できたと思います。はい、あとしっかりケアやってください。はい、お疲れでした。ありがとうございました。帰れる人マイクロさんで帰れる方誰か足りないか。スレッドピーチでしょ。ということで、2泊3日で参加させてもらったんですけど、まあ、今日は、前約25キロぐらい走る選手、まあ、選手によっては違ったんですけど、僕はちょっとまあまあ本当言い訳で午前中も別の練習があってちょっとして、で午後挑んだ感じなんですけど、その中でちょっと途中一瞬抜けたりとかで、まあまた入って抜けたりっていう感じでやらせてもらったんですけど、もう本当最後の方バラバラになっちゃって、はい、本当でもこれが本当に日本一のチームというか、うん、この合宿の最終日を控えた中でもしっかり練習をこなすっていう日本一のチームで、しかももう走る時も取れてない絵とかあって、なんかその全部、400m 何秒とかで全部返事してるんですよ。それってすごいくらいですか。すごいです。400何秒、80何秒とか。タイムズさんが、うん、あー、お疲れ様です。いや、すごくて。めっちゃ強い。
あの1キロ何分とか1キロごとじゃなくて400ごとに何秒ってマネージャーさんが言われたらはいって返事してるんですよ。それマジで強いなと思って、そういうところも徹底されてて素晴らしかったし、まあ、その光景を、2日間通して視聴者さんにもお伝えできたんで、僕としては、まあ、最低限の仕事ができたんじゃないかなと思います。はい、田村もこれもちろんね、名城大学さんから日本選手権、はい、出られる方たくさんいると思うんですけど、めちゃくちゃいますね。タム城も同じ舞台にね、残り2ヶ月3ヶ月で、はい、いや行きたいですね、はい、かなり刺激をもらったんじゃないでしょうか。逆に最後なんて僕の練習してたんで、はい、増渕さんに引っ張ってもらってまた、ね、引っ張っていただきました。はいはい、でね、また僕も次に向かって頑張っていきたいと思います。はい、ということで本日は名城大学さんと2泊3日の合宿でした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく、バイビー。高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。